表彰状第二分団第八部隊員矢口秀夫、あなたは50年間にわたりダムに精霊し、その功績は他の模範であります。よって本日での式にあたり金属賞を授与し、これを表彰します。平成25年1月13日町田市消防団長五十嵐忠氏。